はい、こんにちは。パーカッション高文です。ゼロから始めるパーカッション、コンガ編。この動画では、コンガのトゥンバオについて解説していきます。トゥンバオとは何かと言いますと、ラテン系の音楽、キューバの音楽とか、サルサで叩かれるコンガの一番古典的で、一番基本的なリズムパターン、リズムフレーズになります。このゼロから始めるパーカッション、コンガ編で僕が今までお伝えしてたレッスン内容っていうのはですね、一応、あらゆる音楽ジャンルに対応できるようにするために、結構最新っていうかですね、モダンのプレイスタイルをお伝えしてたんですけれども、このトゥンバオっていうのはですね、古典奏法、古典のプレイスタイルなので、まあぶっちゃけるとですね、この手順の合理性とかあんまり考えられてなくて、単純にちょっと難しいと思います。なのでラテン音楽をやらない方にとっては必ずしもできなくてはいけないという内容ではないんですけれども、やっぱりこのトゥンバオにしか出せないニュアンスだったり、まあ古典奏法なだけあってですね、コンガでリズムを叩くという上で重要なエッセンスが結構いっぱい詰まっていますので、まあ、ラテンやる方はもちろんですね、ラテンやらない方も引き出しの一つとして、この動画を参考にしていただければいいなと思います。はい、ではまずは叩いてみますので、聞いてみてください。ワン、ツー、せーの。はい、オルタネートのリズムパターンで言うと C、G と同じですね。一つの周期で全部で8発叩きます。1、2、T、4、1、2、T、4ですね。まず左手から、左手のヒール、トゥ叩いたら右手でスラップ。その後左手で、トゥ、ヒール、トゥ叩いて右手でオープン、オープンです。Heel, two, slap, two, heel, two, open, open, heel, two, slap, two, heel, two, open, open という感じです。このパターンのメリットとしては、スラップやオープンをすべて右手で叩くことにより、まあ、リズムの重要な要素をですね、全部右で決めに行けるというのがあります。で、その右の合間を全部左手で埋めているっていった感じですね。はい、ではまず前半部分。Heel, two, slap, two.の4打だけを繰り返して叩いてみましょう。せーの。ヒール、トゥ、スラップ、トゥ、ヒール、トゥ、スラップ、トゥ、ヒール、トゥ、スラップ、トゥ、ヒール、トゥ、スラップ、トゥ。はい、このトゥンバオに関して言うと、叩いていない方の手はですね、打面につけたままにしておいて大丈夫です。というかむしろこういう風につけておいた方が、こう音がですね、引き締まる、タイトな感じになって、このトゥンバオの血を這う感じっていうのが出ますので、基本的にはですね、ダメにつけたままにします。どういうことかというと、まず最初に左手のヒール、トゥが入るときも、基本的にですね、右手は、こうダメに触れた状態でいると。で、直前で持ち上げて次のスラップ、入れる。で、このときも、左手はついた。ままの状態です。こうすることでかなりですね、パッと明るいスラップ音が出すことができます。で、次にスラップを叩いた後のトゥーが一番難しいと思うんですけれども、できればですね、こう、スラップを叩いたタイミングと同時に少し指先を持ち上げて、次のトゥーを入れる助走のスペースを作ってこのままトゥー。です。ゆっくりやると、ヒール、トゥー、スラップの時に持ち上げて、次のトゥー。で、そのまま腕を持ち上げて、次のヒールにつなげる。ヒール、トゥー、スラップ、トゥー、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 です。はい、では後半部分行ってみます。後半部分の方が簡単で、ヒール、トゥー、オープン、オープンですね。オープンの時はさすがにですね、こう、ダメに手が触れてるとオープンになりませんので、この時だけ離します。ヒール、トゥー、オープン、オープン、ヒール、トゥー、オープン、オープン、ヒール、トゥー、オープン、オープン、ヒール、トゥー、オープン、オープンです。はい、では前半と後半つなげて叩いてみましょう。ヒール、トゥー、スラップ、トゥー、ヒール、トゥー、Open, open, heel, two, slap, two, heel, two, open, open, heel, two, slap, two, heel, two.
はい、いかがでしょうか？できましたでしょうか？おそらくスラップを叩いた後のトゥーを入れるのが一番難しいのではないかと思います。で、この辺があまりうまくできないという方は、左手ヒールの状態をキープして、スラップ、トゥー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 。スラップとトゥーだけをですね、ひたすら叩くという練習をしてみてください。で、この時、スラップを叩いたタイミングで左手を持ち上げる。で、手の、まあ、端の部分、下の部分あたりはですね、座面に軽く触れておくと良いでしょう。スラップのタイミングで左手を持ち上げる。トゥーのタイミングで右手を持ち上げる。スラップ、トゥー、スラップ、トゥー、スラップ、トゥー。まあ、こう入れ子になる感じですね。スラップ、トゥー、スラップ、トゥー、スラップ、トゥー、スラップ、トゥー。これを練習しますと、スラップの後のトゥーの準備をするっていう練習ができますので、このままヒール、トゥー、スラップ、トゥー、セイ、トゥー、オープン、オープンと、トゥンバオのパターンに持っていけるというわけです。はい、ではここからトゥンバオのバリエーションを紹介していきます。今やった基本のパターン以外に全部で7つのパターンをですね、ザザザッと紹介していっちゃいますんで、まあその都度動画を止めていただくか、後から何回も動画を見直して活用してみてください。はい、ではまずヒールトゥースラップトゥーヒールトゥーオープンオープンを基本として、このヒールを全部ベースに置き換えます。せーの、ベース、トゥースラップトゥーベース、トゥーオープンオープンベース、トゥースラップトゥーはい、お聞きの通りですね、かなりガシガシとした、リズムパターンになります。で、ヒールの位置が毎回1、2、3、4、1、2、3、4の1なので、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。ベースにすると、毎回この拍の頭でドスン、ドスンっていうのがですね、入るので、かなりこう、リズムの安定感が出ます。これはパーカッションがコンガ一人で、もうバンド全体をですね、コンガが支えなくてはいけないといった時に使ったり、もうガシガシ叩いてですね、みんなを踊らせたいといった時に使います。はい、では次、後半のオープンオープン、連打するところをモフオープンで叩きます。ヒール、トゥー、スラップ、トゥー、ヒール、トゥー、モフオープン、ヒール、トゥー、スラップ、トゥー、ヒール、トゥー、モフオープン、ヒール、トゥー、スラップ、トゥー、ヒール、トゥー、モフオープン。続いてこのパターンの後半の2をクローズスラップにします。左手のスラップですね。ヒール、トゥー、スラップ、トゥー、ヒール、スラップ、モフ、オープン、ヒール、トゥー、スラップ、トゥー、ヒール、スラップ、モフ。続いてスラップを多用するパターンやってみます。基本のパターン、ヒール、トゥー、スラップ、トゥー、ヒール、トゥー、オープン、オープンのヒールの後のトゥーを全部クローズスラップにします。つまり、ヒール、スラップ、スラップ、トゥー、ヒール、スラップ、オープン、オープン、ヒール、スラップ、スラップ、トゥー、ヒール、スラップ、オープン、オープン。かなりバキバキしたパターンですね。はい、では続きまして基本のトゥンバオに装飾符を入れるっていうのをやってみたいと思います。まずはですね、ヒール、トゥー、スラップ、トゥー。このスラップの後のトゥーをヒール、トゥー。もう一回ヒールから始めてヒール、トゥーと2倍の速さで2打叩きます。ヒール、トゥー、スラップ、ヒール、トゥー。で、その後が右手のクローズ、左手のトゥー、オープン、オープンですね。ヒール、トゥー、スラップ、ヒール、トゥー、クローズ、トゥー、オープン、オープン。ヒール、トゥー、スラップ、ヒール、トゥー、クローズ、トゥー、オープン、オープン。ワン、ツー、ティー。
4 and 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 高田ったっと、ちょっと細かい音符が入ることによって、こう、軽快な感じが出ると思います。はい、では次はもう少し細かいのをやってみます。最初のヒール2の2のところを、右手から始めて、クローズヒール2っていう風に3打ぶち込みます。ヒール、クローズヒール2。ヒール、クローズヒール2。たったかたっていう風にですね、3連符になるように。ヒール、クローズヒール2、スラップ、2、ヒール、2、オープン。オープン、ヒール、クローズヒール、トゥ、スラップ、トゥ、ヒール、トゥ、オープン、オープン、ワン、トゥ、ディ、フォー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 。っていう感じです。はい、では次がラストです。前半のスラップの後の2をタタタっていう3連に置き換えます。手順はヒール2クローズでタタタです。ヒール2スラップ、ヒール2クローズ、ヒール2オープン、オープン、ヒール2スラップ、ヒール2クローズ、ヒール2オープン、オープン。といった感じです。はい、というわけで今回のレッスンは以上になります。お疲れ様でした。かなりですね、ザザザッとハイペースで説明していっちゃったんですけども、基本的には今までやったことをただ組み合わせただけです。ので、じっくりやれば必ずできるようになります。で、リズムパターンもですね、一応8種類、基本入れて全部で8種類紹介したんですけども、これ全部できる必要はありませんので、まあもし気に入ったのがあったらですね、まあそれを集中して練習して取り入れてみてくださいという感じです。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッション情報やレッスンなどをいろいろ配信してますので、ぜひチャンネル登録やシェアなどよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。